こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。新型コロナウイルスの感染拡大により緊急事態宣言の対象地域が全都道府県に拡大されたことを受け、観光施設を含む公共施設は令和2年5月6日まで全て利用できません。今後も不要不急の外出は自粛してください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。今回は佐賀県スポーツ功労賞受賞報告の話題、令和2年度第1回嬉野市就学相談のお知らせなどをお届けします。それではどうぞ。令和元年度佐賀県スポーツ功労賞を受賞した中島洋二さんと山口健一郎さんが3月26日木曜日、塩田庁舎を訪れ、村上嬉野市長へ受賞の報告をしました。佐賀県スポーツ功労賞とは、地域または職域においてスポーツを通した活動に尽力されている個人団体に対し感謝するとともに、その活動を県民に知ってもらうことを目的として授与されているものです。中島さんは軟式野球の普及に、山口さんはジュニアサッカーの指導普及に尽力したとして表彰されました。村上市長は、長年にわたって尽力してくださりありがとうございます。今後もお力添えをいただくことになると思いますが、よろしくお願いいたしますとねぎらいの言葉を述べました。53年から、梨野球のお手伝いをさせていただきました。まあ、これだけ長くさせていただいたのは、結局地域の皆さん方のご協力、またスポーツを愛する皆さんのおかげだと思っています。まあ、長くやりましたけれども、ぜひ今後も自分の健康を留意しながら野球がますます盛んになることを期待しております。本日はありがとうございました。昭和59年、28歳からサッカーの指導を始めました。不動小学校からが開始です。でそれから、続けて等々力小学校全体、嬉野全体でジュニアサッカークラブの指導をやってます。36年になります。でこれも36年続けてこられたのも、皆さんが支援協力をしていただいたおかげだと感謝しております。この受賞を機にまた励みにしてですね、今後とも指導の方頑張っていきたいと思います。今後の協力応援よろしくお願いします。ありがとうございます。令和2年度第1回嬉野市就学相談のお知らせです。来年度小学校または中学校に進学されるお子さんを対象に第1回嬉野市就学相談を行います。就学相談とは、発音が分かりにくいなど言葉の発達に心配がある、聞こえ方や見え方に困り感がある、強いこだわりがあって同年代の子とうまく遊べない、読み書きがうまくできない、手足が不自由である、病気がちであるなど、就学について不安を持っておられる保護者の方に対して、子どもの教育を専門にしている学識経験者や教職員がご相談に応じます。また健やか嬉野っ子に記載されている気づきのポイントにチェックがたくさん入るというお子さんもいらっしゃいましたら、まずはご相談ください。相談の仕組みは、相談時間45分程度です。通級指導教室や特別支援学級など必要な情報の提供を行います。引き続き相談が必要な場合は、第2回目の相談についてご案内いたします。第2回目の相談は8月下旬に予定しています。この就学相談の結果をもとに、保護者の方と教育委員会及び学校で
お子様に適した学びの場について考えていきます。申し込み方法は、お子さんが通われている学校や幼稚園、保育園、認定こども園等を通じてお申し込みください。家庭で保育をされている場合は、直接嬉野市教育委員会へ申し込んでください。申し込み用紙は嬉野市教育委員会のホームページからもダウンロードできます。第1回嬉野市就学相談、相談日時は令和2年6月4日木曜日午前9時から午後5時まで。場所は塩田公民館2階。申し込み締め切りは令和2年5月8日金曜日です。お問い合わせ先は嬉野市教育委員会学校教育課、電話番号0954-66-9128までご連絡ください。以上、学校教育課からのお知らせでした。文化・スポーツ振興課からお知らせします。令和2年度嬉野市スポーツサポーターを募集します。スポーツサポーターとは、嬉野市や嬉野市教育委員会が主催するスポーツイベントまたはスポーツ教室の運営サポートを行っていただく方で、募集対象は市内在住・在勤・在学の18歳以上の方で、高校生は除きます。性別・障害の有無は問いません。スポーツの知識や経験がなくても大丈夫です。報酬は1人1回2000円です。また特典として東京オリンピック・パラリンピックのピンバッジのプレゼントがあります。ぜひご応募ください。登録をご希望・ご検討される方は、嬉野市文化・スポーツ振興課電話0954-42-3316までお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしています。マイナンバーカードを作りたいけど写真を用意するのが難しかったり、手続きが面倒だと思って先延ばしにされている方にお知らせです。現在、市民課窓口にて無料の写真撮影サービスを行っております。ご自身で写真撮影が困難な方や、職員に相談しながら申請をされたい方は、ぜひご利用ください。実施時間は平日午前8時30分から午後5時までです。ご用意いただくものは、1、通知カード、紛失されている場合、紛失届を提出いただきます。2、個人番号カード交付申請書、通知カードに付随している申請書です。お持ちでない場合は市民課で再発行できます。3、本人確認書類、A から2点または A、B から各1点ずつ必要です。 B の書類しかお持ちでない場合は、後日送付する照会回答書をマイナンバーカード受け取りの際お持ちいただく必要があります。 4、印鑑、なお紛失の際を除き、カード申請手数料は無料です。この機会にマイナンバーの通知カードから顔写真付きのマイナンバーカードへの切り替えをお願いします。以上、市民課からのお知らせでした。環境下水道課から指定ゴミ袋等の料金改定についてお知らせします。嬉野市ではゴミ袋の料金、粗大ゴミのゴミ中継基地への持ち込み手数料、
粗大ごみの臨時収集手数料及び粗大ごみステッカー料金が令和2年4月1日からご覧の通り変更しております。変更前に購入いただいたごみ袋及びステッカーは4月1日以降もそのままご利用いただけます。市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いします。詳しくは司法3月号をご覧ください。環境下水道課からお知らせしました。健康づくり課より高齢者の肺炎球菌感染症予防接種についてお知らせします。肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気で、気管支炎、肺炎、肺血症などの重い合併症を引き起こすことがあります。65歳以上の肺炎の一番の原因と言われています。予防接種を受けることで、この肺炎の 80% を予防することができます。今年度の接種対象者は65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方です。また60歳以上、65歳未満の方で心臓、腎臓または呼吸器の機能または人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害をお持ちの方も接種の対象です。ただし、すでに23価肺炎球菌強膜ポリサッカライドワクチンニューモバックス NP などの接種を受けたことがある方は対象にはなりません。対象の方には通知書を郵送しています。65歳になる方には封書で予診票を同封しています。70歳以上になる方についてははがきでお知らせいたします。個人負担金は2700円、生活保護世帯の方は自己負担はありません。かかりつけの医療機関へ直接予約を入れ、健康保険証と市からの通知書、65歳の方は予診票もご持参ください。接種期限は令和3年3月31日までです。今までに一度も受けたことがない方は、この機会に忘れずに接種しましょう。予防接種に関するお問い合わせは、嬉野市役所健康づくり課、0954-66-9120 までお願いします。以上、健康づくり課よりお知らせしました。4月の在宅当番医はご覧の通りです。4月の小児時間外診療はご覧の通りです。4月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。4月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーションいかがでしたか？次回もお楽しみに。